はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。で最近僕の動画をですね見てくれる方が増えてきてどうもありがとうございます。僕のことをねどうやって知ったんだろうと思って、まあ僕の動画にですねどうやってたどり着いてきたんだろうと思って、まあ、調べることができるんですよね。そしたらさいやマジ笑っちゃうんですけど体育半ズボンってあったんですよねいやなんでみたいな。だってさ体育半ズボンって入れて次に僕の動画が出るわけでしょいやマジで意味わかんねえなと思ってね。この1スノーボール&スパイク、スノーボール雪だるまかな。あーやっぱ雪だるまっぽいね。でもスノーボールってことはまああのガボンをねどうか駆使していくみたいな、まあ、感じだと思うんですけど、これはルイージを信じようなルイージ。誰ルイージ、ザコ大丈夫かザコなんじゃないの。まあまあザコって書いてる方はね基本的に上手かったりするもんね。まあお兄ちゃんに負けな、マリーに負けないようにいこう。オッケー。いや待ってこれさ僕は中間取ってない感じですよね。うわ大丈夫、せめてアイテムを取っていく。オッケー、よしあとはルイージ協力していこうじゃないか。あのマリオをね抜いてみせ。もうキノピオに負けちゃったわ。イージー&ファンマルチプレイヤーコース。あら、あプロペラソータもうギブしたんだ。あなんでだろう、あれか回線落ちか。ちょっと待ってね、これはマルチプレイヤーだからね。うんここいやちょ待って変なとこ行ったやべやべ待ってやべやべこれやべやべこれやべこれやべ、オッケーさあここは雲に乗っていこうね。ゆっくり落ち着いていけば勝てるよ。あの二人確かちょっと遅れたもんね。いや大丈夫、こんくらいぐらいまだいける。ほでここで風に乗ってつた、よしうわジャンプしていこう。ちょ待ってリフト、リフト来て、よしでこれはまっすぐ上で左で、ここはもうむやみに行くよりちゃんと先見ていこう。これはもう取れるよ。でじゃあおはれあのドクロ早いな、あのドクロに乗ってねどっか行きたかったんですけどね。じゃあこれは上だね、結構調子いいね。てか後ろのあのねキノコの二人まだまだ全然下にいるんですけど、まあこれ余裕で勝てそうだよね。でこれジュゲムの雲に乗って上来たんじゃないこれ。どうもありがとうございます。ボム兵で世界終わり6。ボム兵ないやん、全然ないやん。これ絶対スタート取った人の勝ちみたいな感じでしょ。いやこれ取るよ、オッケーいや勝ちました、これマジで勝った。でもう一回スタートちゃんと取っていこう。でこのまま右、ゴール条件ないからね。お、アマンガスじゃん。あ、確かにアマンガスっぽい。そして久しぶりに3人始めていきましょう。まあアマンガスのねゲーム前にも言ったことあるけど全然やったことなくて、あこれ左だね。なんか人狼ゲームっていうのは分かってるんですけど、これちょっと待って乗っていかないけん感じ。オッケーよろしく。お兄ちゃん、お兄ちゃんちょっと待って、バカめそういうことするから。でこれもう一回右入ろっか。で待って違う、やったー今上手くない絶対ゴール方法違うけど。そういえばさ、あの僕ね難しいのことをさ、あの難けーってよく言うんですけど、これってさ福岡の人使ってんのかな。いや僕福岡なんですけどね、福岡の人伝わるのかな難けーってもしかして僕だけやばいよねそれ、マジでやばい。もうピオキング5みたいなになってる。オッケー、マリオ信じてくれてる。あ待って、ちょうわマリオ離れてったね。あれ、あマリオどうしたの。あマリオやる気ゼロ、どうしたあのお兄ちゃん。オッケー、これ上からいきます。はいはい、よしでこれ右、うわこれアイテムじゃねえ、おか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 おけ何言ってんだ。これ上から行こっか。でジャンプ、うわ誰かギブしたよ。ちょ待って、いやー待て、マリオなんかしれっと言ってないマリオなんかしれっと言ってるね。最初どうしたんだろうね、多分携帯見てたんかな。あるよね、僕もよく携帯見るし。さっきのさあのキノピコ取ってないよね、ほら。いやあなんか上にあるよ、壁当てコールジャンプしたらいけんじゃない。ちょっと待ってね、あ待って違う待って、おいいや違うんだって。あ無理だね、簡単楽しい。簡単って書いてるやつってほんと難しいことが多いんですけどね。これはキノピオ信じようか。オッケー、キノピオ信じてよかったね。あれ逃げろ、あぶね、あなるほどこういう感じね。キノピオバカめ、自分であれだね、ポケット掘った感じだね。オッケー、ここでファイヤー取っていきます。で滑っていこうか、滑ってって、うわこれ右に簡単。
50コインを全て取ってからゴール。うわ、人画面コースだねこれ。どうやって行けばいいんだろう。まあ壁キックなんは間違いないとして、どうやって行くこれ。ちょっと待って、任して。人画面コース得意だから任して。ちょっと待って、こんな邪魔、ちょ、危な、危な、この人。待って、こうして、ちょっと待って、違うんだって。今のごめん、ミスった。みんな落ち着いて、一回みんな落ち着いて、こう、ちょっと違うんだって。多分壁ジャンプしてさ、これピー踏んでいけみたいな感じじゃないの。いくよ、ちょ、邪魔くせえ。あ、この派手なブロック猫っぽいんですけど取りません。うわー、やっぱ猫か。いや大丈夫、あの猫より早く行こう。うわー、危ねえ。よし、オッケーオッケー。いや逃げよう、あの猫マジまずいよ。ほっ、オッケー。いやー、しくった。いや、まずいしくった。ほっ、やべえ猫来た、やべえ絶対来る、絶対。なんかこう、やったね、猫泣きしやがった。ルイージ、これまだワンチャンあるよ。ここで猫でやってくれ。うわ、ルイージマジマロ。これで最後にしますね、このコースで。多分最後にします。まあ、あれ顔、いや、これから勝つよマジで勝つよ、こっから。もうこれ勝たなかったら僕のね、マリメ人生終わります。オッケー、弟抜きました。あとは青いのとピンクいのだけ。待って、このメットはきつい待って、ここ壁ジャンプね。このコースね、まあ見たことはあるんですけどね、まあ、なんか似たようなコースありすぎてね、もういつも見たことあるばっかしか言ってないような気がするんですけどね。待って、花、よーし、オッケー、ナイス今の上手すぎ。まあ、見て、ほら、もうこんなに追いついたよ。あと青いのだけだね。よし、上から行こう。で、右ね。うわ、このピンクいの邪魔くせえ。よし、オッケー、うわ、抜け、違う、右だって。なんでそっち行こうとしたのねえ、キノピコ、なんでそっちに行こうとしたの。お金になるんだ。ワールド1の1、まあ1の1じゃないね、でも1の1っぽいね。あ、ルイージ知り合いかな。待って、全然見てなかった。あ、顔、待って、ルイージだけ見ていい。クレジーファイヤー、ごめん、わかんない誰かわかんない。まあ1の1っぽくないんで、もしかしたらね、あのキノピオじゃねえ、キノピコもやられる可能性もあるんですけど、いや、やられてない感じ、やられてない。あ、やられてるね。これはあのパックンだけ気をつけていこう。で、ここでゴールかな。ありがとうございます、クレシンファイヤーさん、ありがとうございます。ちょっと待って、クレシンいや、最初アイテム取ってった方がいいかな。いや、アイテム取らんでいくね。ほい、うわー、ビームにやられそう。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。